まーす。え、嘘でしょ。うわうわうわ、最悪。そんなことするんだ。おはようございます。おはようございます。打ち合わせが早く終わりまして、ザコウちゃんを呼び出しご飯しようよって言って、そしたら YouTube 撮影していいですかってなって、すっぴん。まだ調子良くない？あの、コンシーラーをした。コンシーラーと眉毛だけした。じゃあご飯頼みましょうか。いやいや、ほんとほんと頼もう。ね、お腹すいたのでね、うん、お腹すいた。あさあ、ということで到着しました。私はパスタを頼んで、チキンプレート、ザコウちゃん、ザコウちゃんです。はい、いただきます。この間さ、なんか久しぶりにさ、ランチしたのみたいなさ、動画アップしたじゃん、うん、その時にさ、なんかすごい雰囲気変わりましたねみたいなコメントがね、書いてくれてて、個人的には別にそんなに雰囲気変わってないなって思ってるの、自分はね。でもそれは多分皆さんがなぜそういう風に感じたのかっていうと、よくさ、うちのチャンネルってさ、購入品とかもそうだし、私が気に入ってるものとかもさ、紹介したりとかするときって結構動画撮りますよっていう感じでさ、自分のギアを上げて、あの、撮影してることが多いの。だから多分こういう普通に喋ってる姿をあんまり出してない分、なんかちょっと雰囲気が変わりましたねっていう風に感じたのかなって思ってたの。なんかそんな感じしない？けどザコウちゃんにもなんか顔が優しくなりましたねって言われた、うん、だから雰囲気は若干変わったんだろうなと思うけど、でもそれはなんか一番初めに会った時とかと比べると全然違うよね。一番最初に会議室で撮ってた時あるじゃん。でも YouTube 撮り立てでしょ、初め立てだよね。そう、3年前と比べるとやっぱ全然違うなって思う。ああ、なるほどね、うん、そりゃあだって気も張ってますし、いいところを見せようとしますから、人間なので。そりゃあね、ありますよね。そういう風になりますよね、はい、うん、うちのね、母親になんか何が欲しいのって、いつもだとうちの母親はなんか、あの、これがいいとかあれがいいとかあんま言わないの。今回すごい珍しいなと思って、今回は決まってますと。あやが YouTube のチャンネルで洗濯機の掃除をしたと言ってたじゃないですかって。それめちゃくちゃ羨ましいなと思って、今回エアコンとお風呂掃除をプロの方にお願いしたいですと言われて、それを今回はプレゼントしたんだけど、めちゃくちゃ喜んでくれてたよ。いいプレゼントだったなって思った、本当に。なんかその物じゃなくて、なんかこういたわる系。はいはいはい、これはあるね。うん、めっちゃいいなと思った。でもさ、父の日来るよ。そうなのよ。どうするの？うちの父親誕生日5月なの。で、5月の誕生日の時にまあまあいいものあげたの。だから父の日なくていいかなって言ったんだよね。なんか別のとこ掃除したら、掃除してあげたら。掃除ね、なるほどね。掃除のあのプロのお願いするやつね、はい、まあちょっと要相談かな。産後4キロ落ちない問題ありましたよね。ありました。残り2キロになりました。ありがとうございます。でも何もしてないんだよね、意外と。なんかすんなり、なんか落ちるスピードはめちゃくちゃ緩やかになったけど、でもなんか気がつけば2キロ落ちてたから、あとマイナス2キロで、あの、通常の体重には戻る。素晴らしい。いや、本当にありがとうございます。よかったよかった、本当に。でもあれだと思う、やっぱりその、もともとその産む前のさ、ベースの基礎があるじゃん。うんうんうん、体作りトレーニングしたりね。そう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 、やっぱあるから戻るのもね、早いのかもしれないだと思う。結構裏切らないですよ。あの、プロテインのプレート食べてましたもんね、今日ね、はいはい、昨日の朝起きたら、目のさ、見てこれ、ここが赤くなっちゃって、そう。だからコンタクトをね、今入れられないから、メガネにしてて、サングラスっていうのもあるかもしれないけど、ちょっとね、体質変わってる感、めっちゃ感じてて。あ、そう。たくの質問の時に、体質変わりましたかみたいなのに対して、変わってませんって答えたはずなの。あ、そうだったね。めちゃくちゃ変わってて、今それを感じてんの、絶賛。あ、そう。そうね、なぜかっていうと、一つは、まあ確かにこういうの。でもこれは、なんか人生で初めてできたの。うん。産後かどうかは関係ない。
ないかもしれないけど、できたことがなかったから産後っていう体にしてる。だからできたんだろうっていう。産後の疲れ？でも疲れてないけど疲れなのかなみたいなのもあって、でも2つ大きく変わったことがあって、これ絶対産後だからっていう。一つは謎のジンマシンができるようになったんですよ、私。マジ謎だよね。血液検査もしたの。私猫アレルギー、そう、動物のアレルギーと、あと花粉を持ってるんですけど、それ以外は何にもなかった。だからジンマシンだけはあのね、ずっと続いてる。だから今飲んでも大丈夫な飲み薬をいただいて、今まあ継続的にちょっと飲んだりとか、体調が若干変化されてるっていうのはめっちゃあるんですよ。今調べてみたら、私も全然知らなかったけど、産後ジンマシンってなんか出てくるんだね。そう、多いみたいね。なんかホルモンバランスの変化がやっぱりあるみたいで、それでどうしてもなんかできちゃうみたいなことはあるみたい。そうそうそう。と、あともう一つ、何がもう一つ変わったかって言いますと、むちゃくちゃ乾燥肌になった。あ、そう。もうびっくりするぐらい。見えないけどね。今までのスキンケア類全て合わなくなった。本当に。今までも敏感肌、乾燥肌使ってたじゃん。低刺激石鹸のね、アイテムで比較的保湿されるものでって。でももう全てのアイテムがとてもしっとりじゃないとダメになった。そう。今全然だよ。本当？これびっくりなんだけど、夜にさ、スキンケア一式するじゃん。2時間3時間ぐらいしたらまた塗らないと乾燥してるって分かるのよ。でもう一回上から塗って寝るんだけど、めっちゃ乾燥肌だった。そんなことなかったから、体の中になんか油分がない感じがする。そっか、それなりにちゃんとあの反応出てる。でもね、メンタルはね、安定した。むしろ、あ、そう、起伏がなくなった。全然怒りっていう感情がなんかあんまり湧かなくなった、まあ、もちろんあの私瞬間湯沸かし器なんでめちゃくちゃ短期なんですけど。瞬間イメージないじゃん、多分ね、 YouTube 見てる人たちってないと思うんだけど、でも瞬間湯沸かし器なんで私結構あのパーンって怒りに変わっちゃうタイプだから。でも瞬間湯沸かし器だけどパーンってだってパーンってあの冷めるから、ね、あ、そう、うん、そんなあの何ね、熱っこくない。うん。ずっと怒ってるとかはない。いただきます。思い出した。どうぞ。これをみんなに話したいと私は思ってた。最近洋服めっちゃ買ってるの。今さ、お家で時間があるわけじゃん。ファッションに触れてる時間がないから、ファッションとか雑誌とか、そのなんて気になるアイテムとかをネットで見るようになったのよ。で、そしたらこれ気になる、あれ気になる、もうなんかカートに入れちゃおうかな、じゃあカートに入れて、じゃあ買いましょうってなったりするわけよ。そしたらとてつもない量を購入してるっていうことに気がついたわけ。でも今そんなにたくさん外に出る機会ないわけです、はい、そしたら買うじゃん。溜まっていく一方で使ってないわけよ。それにすっごいもったいないっていう気持ちになっちゃって、とはいえ買うのをやめられないわけ。これどうしたらいいですか？え、この時期にこういうもの着たいと思ってたから買ったのにみたいなのさ、気持ちが全部なんか不消化の状態で日常を過ごしていってるわけよ。もうすっごい悲しいの。ルックブックとかちょっとやるので皆さん付き合ってください。買ったけど着れてないし、動物ルックブック。ちょっとした場所のお出かけも今は全部新しい洋服着て出かけてる。それはそれでいいね。うん、楽しい。いいね。英語の勉強もね、着々と進んでるよ。この間ね、英語の勉強やるのちょっと嫌になっちゃって、2日間ぐらい勉強しなかったの。で、あの担当してもらってる先生に、今英語と仲良くないですって。今日 の、 あの1時間 の、 そのミーティングを機に英語との距離を近くしてくださいって言って、で近くしてもらってまたあの勉強再開し始めました。あの近くしてくださいって言って近くなるものなの？なるのよ。あ、そう。なんかやる気を与えてくれるイノベーションになるのね。でしょ。なんかミーティング終わる前に1時間喋って終わった後に、英語と仲良くなれましたかって言われて、いや仲良くなれましたって。なんかこの後ちょっと仲良くして
あの勉強してみますとかって言って、で勉強してちゃんと続いてる。素晴らしい。はい、ということで今回はすごい急ではあったんですけど、あのザコちゃんと、急遽ご飯をすることになり、動画を回し、あの私の近況報告っていう形でしたね。こんな感じで多分ゆるく動画を撮るみたいな機会がすごく多くなると思うので、まあ、この機会を機に何か自分の性格だったり人となりが伝わっていけばすごく嬉しいなと思っておりますので、何か気になることとか質問したいなと思うことがあったらコメントで教えていただければと思っております。はい、ということで今回の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。さあ、それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。さこうちゃんでした。